しゃあやってこう。あ、ちょっと待った、音が小さい、音が小さい。俺はいいんだけど、別になんか配信、あーごめん、人来ちゃったけどごめん。俺はいいんだけど、なんか配信今配信通過さ、録画したやつを載せてるじゃん、載せてるとかアップロードしてるじゃん。あと自分で見返した時にゲームの音全然入ってなくて、俺の声ばっかでけえから、どんだけ主張してんだよっていうさ、そういうね、あれがそういうあれがあるから、ゲームの音とか聞きたいじゃん、やっぱり。少なからず見てる人間がいるっていうことを考えると、もう俺も喋ってるわけじゃないから、俺が無言になったらもう地獄だから。イリア、久しぶりだな、ミリア。やってみよう。ミリアもなんか見ねえな。めったに当たらない。ヒューマンジャスト。アイアンセーバー強っ。前ジャンプでいいんだっけこれ。あんまりなんかなんだっけ、強いカード、名前忘れたな。あれであんまり状況が好転したように見えなかった。あれがよくわからん、間合いがよくわからん。これどうやって逃げるんだったかな。なんか逃げ方あったよな。
リコールで見た気がするけど忘れた。あまりにも当たらない。2段にするとか変えてみよう。おい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 と、飛びすぎだ、さすがと。アイアンセーバーあんまやってこなかったから助かったけど、俺アイアンセーバーほんと弱いんだよな。あれだけで無限に負けるからな。アバリは一応スライディングでくぐれるから、ダッシュスライディングとかでいけるんだったらもしかしたら思いっきりくぐれるかもしれない。データ消費。ミストファイナーガードしたらイルカしてみるか、とりあえず。まあ基本的には範囲外で戦った方がいいよ、絶対。遠線が来たら投げるか落とす。これはダメだ。ミストファイナー届かないぐらいの位置でまあ戦うのが位置だけど、当たったらと面倒くせえからな。お、本当だ、いける。これはひどい。負けたら完全にこれのせい。
ファイナル連打されるとマジでどうもなんないんだよな。実は投げを全然見てないんだよね。これバレるとまずいんだよな。投げまで気にしだしたらさ、きついからとりあえず投げは捨ててるんだよね俺。だからそれを流れで読まれるとマジでこうだろ、きつい。今カウンターしなかった。それ間に合う。今のは絶対飛んでくると思った。多分。まだ匂った。当たんねえのこれ。ちょっとびっくりした。いや、まずっと思ったんだよね今。よっしゃ、必殺技。これ強いな。まああれだもんな、ちょっと弱めの貝のディッパーロマキアみたいなもんだからな。使わせた。うまい。あ、しまった。
今の入荷してよかったな。うわもったいねちょ久々に出たなこれ。ダッシュしたら投げれる。立った方が死ぬぞこれ。うまい。ファーストもあったな。それ見てなかったわ。下ばっかり見てた。ジョニー買うか。ジョニー買うかっていうかあれ DLC 買って、ちょっとなんかミストファイナーの後の状況がよくわからないんだよな。あれをちょっと調べたい。本当は一番いいのがオープンあたりのジョニーがいるっていいんだけど、見えがな。うわ悲しみ、いや悲しみの満室。ソルメイン、ソル俺がオセロだったらソルもメインになって世界が平和になる。でもあれだな、あれがうまくいったな今日。何起き上がりのさ、浮き攻めの強イルカバックダッシュハイスラー、あれが一回決まったからまあよかった。あれは本当によかった。なんすか君なんかソル君が、ソル君がめっちゃ反抗的なんだけど、あ、これ負けるんだ。あ、勝った、勝てるでしょ。え、なんかしてるこいつ。あ、してるよね。これ最速で勝てるんだねっていうのを知った。だったらガードさした後とかもうちょっと使ってもいいよな。暴れてたらこの後よ、イルカとか怖がったりとかしてなんか振ってたら勝てるってことだもんな。当たったら偉いことになる。もうちょっとワイルドアサルト使ってった方がいいな。まあガードさせても近寄れるからこの後なんかできる。何しようかね。まあこうなってたらもうこうしちゃっていいんだけど、なしたらまあこうしちゃっていいんだけど、ガードされてた場合だよな。ガードしない、ガードしないにして、あ違う、ガードしないじゃなくて全部ガードだ、すべてガードにして、ちょっと待って、やられの後に攻撃設定でやられもガード5か、ガード5何もしない、オルガニックバイパー打ちまくりだな。
してくるんですよ。なんか入ってるね。あー、これだ。この後がな、あ、金押しになるか。ん？最速で押せば金押しになるのか。ちょっとでも遅れるとって感じ。距離か、それか。距離か。これ円安になるとなってガードされるとめんどくせえんだよな、正直。まあこれはダメだよな。これはなんか見ても、俺が見てもなんとなくわかる。まあここまで入れ込んでいい気がする。潰しちゃったら、こんなに遅くしないと。これが一回当たったでしょ。これめっちゃ良かった。ミハイスラめっちゃ刺さったな。やっぱり相手の攻撃が届かないぐらいの位置でこうしてると結構近寄らないもんなんだなっていうのは思った、昨日言われて。だから空中の制御だよな。あとはね、あれだね、これ。これができればベスト。これだね。で、これを、足完成とかで出せればもっと。ああ。そうだな、これ行くと裏回るから相手が何もしなければな話だけど、あ、これは非常にいい。ただカイスラで降りていきたいんだったらかなりこれ頂点でやらないと。折りかけでも結構いける。結構猶予あるな。こんぐらいだったらダメか、さすがに。まあ別に、アイスラだけじゃなくても。2S だったら絶対、S だったら届くっつうか。まあどこで出してもいけるでしょ。これめくりになるでしょう。まあこれでもいいし、相手の動きなんて。ハイスラーの時はなんかタイミングっていうよりかもう連打するぐらいの気持ちでやらないと結構難しいな、今のところ。だんだん分かってはくるんだろうけど、連打しちゃっていいと思う。逆に S は結構遅くても相手の動き見てからでも全然できる。確かにその昨日言われてからメイン対バイキング上手い人の試合とか見てたんだけど、やっぱりカバーに届かないぐらいの位置でこうろうろして相手が動いたらみたいなのが結構あったから、
それが大事なんだなって、まあ、今のジョニーとかでもそうだけど、リストファイナーとどくらいぐらいの位置でうろうろしてこうなんか結界張ってるのかかなり鬱陶しいと思われてた。で適当にミストファイナー振ったら一気に突っ込んでいくとか、まあ、サルフでもいいし、カバリの後の硬直がどれぐらいあるのかというな。カバリの後ワイルドアサルトとか間に合うかな。スライディングで下抜けれるっていうのはまあそうなんだけど、下抜けても届かない場合があるからな。だから目の前まずスライディングで抜けるんであれば、その何するのか考えておかなきゃいけないよね。投げるのか、まあ、相手の暴れで前パン置いとくのか、下椅子の可能性もあるからな。その辺は読み合いになってくるけど、投げるのかイルカするのか、まあ、結構いろんな選択肢が増えるから、それはまあいいじゃん。間違えた。あれ？あ、こうか。ごめんなさい。で、あれだ。ガードにしとかないとダメか。あ、ガードになってるか。すべてガード。この位置か。結構遠いな。結構遠いな。このぐらいらしい。届かない位置って。このぐらいを保ちたい。あ、でもワイルドサラ届くな。あ、空振った。目の前で空振ったと思ったら、ワイルドサラとか、まあまあいる。いるかでもいいしな、別に。当たってるからガードできないってことでしょ、これ。さすがにこれは間に合わないな。ああ。とりあえず、カバリめっちゃ気合い、このぐらいの距離でカバリめっちゃ気合い入れてみて、空振ったってなったら絶対なんかするっていう風にすれば適当なカバリ振ってこなくなるでしょ、多分。その後どうするかな。うわ、カバリ飛び越しちゃってもいいか。え、そんなに硬直ある？あー違うか、これしゃがみガードだからか。しゃがみガードだから中段当たってんだな、これ。違うかもしれない。さすがにこれはガードでしょ。この位置は結構困るな。さすがに。まあでももし飛び越したらなんか振っといてもいいとは思うけど。あとはバイケンだとあれだよな。これか？どれだっけ？これか。これが強い。これが強いんだよな。これがマジでどうもなんないんだよな。ああ。強っ。これ強っ。これで結界張られるとマジでどうもなんねえな。
れはもう下手に手を出さない方がいい。これを見たらもうこうするしかない。こんなにはやってこないと思うけど、あ、これやってるって思ったらもう走っちゃうしかないだろうな。でとりあえずカバリが届かないぐらいの位置で気合い入れてカバリを見て適当に振ったら絶対なんかするってことだよ。イルカでもいいし何でもいいけど、なんかして近づく。あとはまあ当て身はされたらしょうがねえなっていうぐらいか。これがまあいいっちゃいいけどな。ここまでうまくいったら上出来だけど、だからモザン戦かどうやってたっけ。あ、畳返しもな、これもちょっと畳返しだけ生で出してくるってことはあんまないだろうけど、何歳くれちゃったっけ。 あ、こうか。おっせえな思ったより間違えた。なんか異様に早く出てるように見えるよ。なんか出し方のコツがあるんだろうな。こんなに上でやらないもんな。もっと低い位置でやるよね、やるとしたら。で、ところで最近なんか話題は変わってさ、FAB さんがポチョムキンで初心者向け動画出したんで、ポチョムキンめっちゃ毎日見てるからさ、毎日っていうか AB さんの配信でめっちゃ見てるからやってみたいなと思わなくもないんだけど、なんだこいつそこはあ、ちょっとせっかくだ、色合いにしようぜ。これやっぱ形から入るの大事だ。俺形から入る派だから、ラグビーとかやってた時もチームのジャージとかめっちゃ揃え、めっちゃ買ってたから。ダッシュできねえのがきつい。ガールダインパクトがどうだっけ。逆勝利か。あ、違った。逆ハードだ。アンブレがこうか。
ポジョンキンバスターどうだったっけ、毎回忘れるんだよ。どうか、一回スライドポチョバスのやり方を忘れる。試合中にとっさにできんのかっていう問題があるよ。でもあれだ、やっぱ俺対乱コマンドが下手なのが、この後ろのここちゃんと通ってないことが結構ある。俺ずっと今横目で見てたんだけどさ、ここ通ってないことかなり多いよね。ここ通せばちゃんとできてる。ああ、できてる、できてる。だからなんかそのスライドのボタンの押し方が悪いとかじゃなくて、シンプルになんかこれができないっていうだけ。最近あれなんだよね、あの起き上がりのさ、メイだと起き上がりの無敵でこれやるんだけど、あれもうやってないんだよね俺。これもなんか言ってみられると、あ、そうなんだって思われるかもしれないけど、あれも全くやる気ないからね。今もうガードすることしか考えてなくて、で投げも捨ててるから、さすがに2回ぐらい投げられたら、あ、これ擦ってきてんなと思って、さすがにちょっと暴れるけど、それ以外は基本的にはもう投げは無視してる。無視っていうか、まあまあ安いしいいか。これできてるの？スライド。スライドじゃないと届かないもんな、この位置って。開幕位置。できてるの？あ、めっちゃ楽。おー、いけるいけるいける。普通に投げるよりめっちゃ楽だわこれ。イエーイ。無敵こすってくるやつにこれでいけるぞ。戦えるぞ。ガンフレーム返せん。こんなの出てんだっけ。もうこいつのコマンドマジ覚えらんねえ。あれ、ちょっとやらないんだけど。早い。これは球を打ち返してるっていうか距離の問題だ。ちょっと待って、やり方が悪い。どうしよう。
そもそも弾なのこれって。あ、弾か。あれ？あ、返せてるよね。早いんだよね、多分これ。これでいい、このぐらいでいいんだ。結構余裕ある。いやー、めっちゃ楽しそう、ごちゃごちゃ。バイケンだと確かカバリが弾なんだよな。カバリこれで返せんじゃないじゃん。問題すべて解決じゃん。弾じゃないんだっけ？あれ？なんか違う気がしてきた。これ当たったらめっちゃ気持ちいいよな。で、こっからハンマーブレーキでしょ。あ。なぜか。なぜかヒイラギ。しょめっちゃ連続で長時間やりてえなって思うこともある。もうちょっとやることを続けたら。